上升祖は中華民国の軍人、政治家。北洋系の軍人ながら革命派としても知られる。後に北京政府直令派の軍人となり、さらには国務総理も務めた。字は高志五氏。1896年北洋武美学堂に入学した。卒業後に国王総督張りのほらの官辟援助を受け、日本に留学する。 陸軍士官学校第一期砲兵科で学んだ。同期には、クレロクテイ、ランテムツがあり、後に、この二人と共に、北洋士官の三傑と称される。1901年に卒業、帰国し、遠征外の下で、砲兵隊の士官として登用された。以後、順調に昇進を重ね、1905年に、砲兵第五票、しめぎみつる、1906年に、 第五根性鎮静参謀官となる。1907年、クレロク帝、ランテンウツと共に、東三省総督、女性省に任用された。そしてこの時に、長将空三人は、総教人に協力して、中国同盟会に秘密加入し、その両党支部を法典に設立している。1911年2月、長は第二十鎮東制に任命され、法典。 新民に駐屯した。1911年10月、朝唱祖、呉れ六帝、乱天鬱は、直令省、英兵権で開催予定の周期演習を機に挙兵をもくろむ。しかし、武将機義勃発で演習が中止されてしまったために、予定を変更し、急遽成長に向けて、憲法制定、責任内閣制実施を要求する声明を発した。これにより、新朝は、 憲法交付を迫られるなど、一定の圧力となった。しかし、長らに対する慎重さらには再起した、遠征外の追求も厳しかった。くれと、長は更迭されてしまい、ご浜もなく遠の資格に暗殺され、長も下付けに追い込まれている。中華民国が成立すると、長少佐は、遠征外から長江戦武士として、再起用され、孫文ら革命派との調停役を務めた。 1913年5月、新保島の名誉理事に就任した。同年10月、水園将軍に任命され、猛攻後貴族の安部、地位保障などに努めた。1914年4月に北京へ召喚され、民国4年に陸軍訓練総監を務める。縁が皇帝即位を拡索した際には、長は、総根と共に、 直令省公民代表として、園に即位を求める、請願書を上呈した。園政外死後は、長少祖は、直令派に接近し、暗記派の弾気随とは対立した。1916年12月、全国陸軍訓練総監の地位に就く。長訓復壁の際には、兵玉省と共に、長訓討伐を図ったが、弾に先を越されてしまう。さらに長訓討伐格策を、 反逆行為とみなされ、陸軍総監から罷免されてしまった。1920年7月の安直戦争で安期派が敗北すると、後敗布、兵玉省の下で政界に復帰する。1922年8月、陸軍総長に就任し、さらに翌年に1月、国務総理県陸軍総長となった。しかし、国務総理となってからは、相当霊元広士と共に、 南方政府との和平路線を唱え、武力統一路線を唱えるクレイやコ根とは対立するようになる。同年6月、対立の果てに、はじむ、長は共に辞任に追い込まれた。その後も、政界への復権を図る長少祖は、天津に隠居しながらも、北方各派に連絡を取って、活動を続けた。しかし、容易に復帰することはできなかった。1928年、 長少祖は、表玉省と連絡を取り合い、長作林討伐を拡作する。しかし、これを察知した長作人が放った資格により、長少祖は、同年3月21日に狙撃され、翌朝を死亡した。去年49。ありがとうございます。